皆さま、こんにちは。第63回 NHK 杯テレビご碁トーナメントです。司会の長島小杖です。今日は、1回戦第12局、B ブロックから、町村人区団体湯川光久区団の一戦です。どうぞ、ごゆっくりお楽しみください。握りまして、町村人区団の戦番となりました。 込みは6目半、持ち時間はなく、初手からって30秒未満で打っていただきます。ただし途中、1分単位で合計10回の考慮時間がございます。それではお願いします。 黒十六の四右上隅星、白四の十六左下隅星。対局者をご紹介します。黒番の張村仁九段です。昭和四十五年四月十八日生まれ、四十五歳、韓国出身。安藤武雄七段門下。日本棋院東京本院所属。 1> 黒1 6 1 NHK 配線は5年連続17回目の出場です白4-4左上は隅欲しい白番の湯川光知彦団です<秒>昭和41年8月7日生まれ48歳大阪府出身家田隆二八段文科<秒>関西基因所属 NHK 配線は2年連続19回目の出場です。白9の16ハサミ。それでは解説者をご紹介します。マイケルレドモンドクランです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えまずは今日の一戦見どころはどのあたりでしょうか。 そうですね。まあ二人とも力れごとなんですけどね。あのただあの秒布石をしっかり打って、えええー、あのそれが終わってから戦いに入るかなっていう予想で、えー、今日やってきてるんですけども。はい、うん。ただ戦いが始まったらもうあのなかなか止まらない感じがしますね。はい。はい、はい。どんな戦いになるんでしょうか。1秒。1> えさて実戦ですが。うん、ハサミですね。まあ黒の係りは、えー、白が受ければ。えー このいわゆる小足流にするのか、うんまあ、締まりのような手を打ってこうハサミを誘うのかっていう感じなんですけどね、はい、それをまあハサミですねでこれは比較的穏やかなというか普通の定石でしょうかね。秒、うん、それでは対局室をご覧ください。 この二人対戦成績ですが、チョーク団から見て一勝ゼロ敗ね意外と少ないですね。はい。ただこの一局もですね、あの前回の NHK 杯え二回戦でたっていまして、続けて n h 六の十五。まあ関西金と日本金の棋士ですとね。じゃやっぱり比較的対局数が少ない対戦回数が少なくなる傾向があります。十秒。はい。まあゆかが ゆかわくはぐさんとしては、やはりちょっとリベンジを。あ、そうですね。果たしたいところですね。ちなみにここで三三に入れば、<秒>まあ昔からよく打たれる定石ですけども。はいえー、そう、うん、あの近年はこのつけの方が。選ばれるようになってきましたね。はい、うん、三三の定石は。あの黒があんまりかましくないっていうふうに考えられるようになりました。うんうん、はい。十秒。 これはあのまあおきごとでもよく本当によく見られる常識になりますかね。うん。まあこの時白がね、あのえ今割り込みました。シロ。この割り込みとあのその二つ左にを三三に抑える手と二つあったんですけど、この割り込みっていうのは結構昔からよく打たれている定石ですね。わかりやすいわかります。そうですね。これはもう。 あの何となくこの後の戦がつきましたね。はい、はい。黒は断点が多いのでそうですね。掛、はい、け継ぎ黒七の十八掛け継ぎ。白は三三の当たりが一つ打てるのが自慢で、うんはい、あの昔はこれでこう白がいいはずだっていう説だったんですよ。は、うん、それで黒はあのつけないで三三に入ってたわけですけど。黒近年は八掛け継ぎ。<次>これで 黒は先手を取って左辺の開きが打てますのでここであの黒が一旦手抜きできるわけですね、うん、左辺の開きに回れるので黒も打てるっていう風にプロの考え方が変わってきたんですね割とこう足早と考えていい足早ですか、ね、今の状況左辺の真ん中あたりにね<秒>白の石があれば白の理想的な形なんですけども、うん、はい、ここで黒の番になって この星下に開くことができるので白の壁は果たしてどの程度働くかということなんですよね。といただ湯川さんはね棋風としては攻めたいタイプだと思うんですね。攻めようとしてるっていう碁をよく見かけますから。 あの攻めるのが好きだと思います<秒>ます、あ、す多分得意でもありますね、うん、だから<秒>こういうふうにこう一旦厚みを築いてっていう序盤は好みと言えるでしょうね。うんはい、この時、まあ、左下をそのまま放置してっていう<秒>打ち方もあるんだけども、はい、ちょっと黒が薄いんですよね。それをどういうふうに補うか。 あの開きも三弦ですのでちょっと間打ち込みなども<秒>うそう打ち込みの問題もあるし、ねえー、下辺の黒に対して白の危機がね、四線にぶつかる手と、えーえー、墨の切りを防ぐような手と二つの危機があるので超尊陣団1回目の考慮時間に入りました考慮時間に入りましたねこの前のこの白の手がちょっと珍しいですよねこれがいっぱいに来てますと、えー、こう攻める気十分なんですねこういっぱいに来るとそう,、ね、そうすると黒はね 多分こんなふうにでも守ったんだ、守るつもりだったんですけど、はい、こういうふうに離れてくると、とちょっと少し守りにくくなる、守るならばこの辺になると思うんですけどね。うん、こういうふうにここのところを守るのか、はい、え今こうねこういうふうに打ってあの攻める打ち方と、はい、例えばこういうふうに打ってここを黒に打たせる攻め方っていうのは二つあるんですけど、これ、うんはい、あの二つ見られてるわけですね。まあこれはこういうふうに打ってこう生きていくわけですけど。 どちらを選択されるか黒としてはですから素直にこう受けるような手とその両方の危機を消すためにこういうふうにあらかじめこれでってかけておくと白の危機がなくなったことでこの石が比較的強くなるっていうこともあるんですねそれをどっちにしようかっていうこちらにしましたねそうですねぶつかって押さえまして跳ねていこうっというんですはい。こうすることによって実はここがね このを狙っってて先手にないる意味がこれでこの三間の間をちょっとカバーしい。もう一つはもちろんここの切りを僕はこの打ち方を初めて知ったのはね後制限先生に教えられてですからもしかしたら後世玄先生の発散をこの定石で黒がいいんだとおっしゃってましたけどこれが本当にその通りなのかどうかっていうのは。 プロの私たちもよく分かってないんですけど、後<秒>席の手はもう自信を持っていらっしゃいましたね。はあ。うん、本当にそれぐらいの前から、だいぶ前で研究されていただいぶ前です、ね、この。前ええ、流れな、ね。僕も真似してですから、このような分析を黒の立場で。はい。随分打ちます。黒九、はいうん、の十八。それが分からないんですけど、結構成績は良かったですね。<laughs> <laughs> <laughs> まあこれで白の壁はですから。十秒。 あの壁を作ってますけども。はい。必ずしも白の壁が強いと言い切れる状態じゃないので。うん、はい。二十秒。うん、黒のイい分ばっかり通ると、白もつらいですからね。<秒>ここで白は何か考えたい,い、ね。二十、えー、秒。はい。打ち込みましたね。うん、打ち込んでいきました。3> 白3、三の十二、打ち込み。で、二千の下がりが効いてるんだと申し上げたんですけど。ええー。うん。 まあもしかしたらあの<秒>効かない打つ方もあるかもしれませんね白をきあの打たせちゃってね。あ,のー、あこれは僕の方にもうそっくりのもがありましたね。<え>あそうですか、えー、はい。あ同じですね。あえー、これは数年前にやったことですね。九ここから切っていって大乱闘になっちゃいました。多分これも。 激しい戦いになることは間違いないですねここから激しくなりますか白がもし継げば黒が一応に向かって伸びてねもしかしたら白が継がない可能性もあるんですか普通は継ぎますねそうですねはい。床は三菱作団一回目の考慮時間になりましたここで時間ですねまあ例えばですねその一方手前に行って手前でねこ二段バネした時に切れば必ず継がなければいけないんですけどこ一旦受けてもらったので この石を軽いと見て、捨てちゃおうなんて言っても。可能性がゼロではないんですけど。うん、はい。でも、例えば、当てて抜かれたり。とか、あの、手を抜いて抜かれたりするっていうのは。ちょっと辛い気がしますよね。やっぱりね。ねちょっとそうですね。結構いい格好なんで。はい、で、また、こうね、こう当てても、もう一点伸びなくちゃいけないんで。えー、また、それで左辺に向かわれるので。はい、うん。えー、それでも、やっぱり継ぎたくなりますよね。うん。すると、こう、上上伸びて。えー これは、ね、こういう展開になると、えー、黒はこの下がりじゃなくて、ねはい、今度はこのコスミ出す手が狙いになってきて<秒>この石からこう出てくると自然とここが塞がってしまうということがあるのでこの外コスミで,で白が逃げてる間にこの一目を取り込むっていう展開が狙えるようになりますい。結構白が忙しいと思います,います続けてて時間を使われています。うんはい まあ、考えているということは当然。あの、継がないでも、考えているということだと思います。湯川九段は、この N. H. K. 敗戦は、三回戦進出が、過去最高。ですね。はい。対するチョークダは、ベストフォーまで進んだことがありますね。この二人が対局したっていうのは、何回戦ぐらい。前回の N. H. K. 回戦で。二回戦。ではい。十の十六。 次やはりつなぎましたね。継ぎたいですよね。やっがないと悔しいんですけども、二回ほど時間を取りましたので、その後のその次の手が多分難しいんですよね。左側に打つのか右側に打つのかっていうことが考えなきゃいけないので、そのことを考えていたのかもしれませんね。早速忙しい局面にですね。もう激しい戦いですね。はい。二十八秒。予想通りのこれコスミですね。 はい、今の手を一つ高く桂馬に打ちたかったんですけど。はい。ちょっと連絡が良くないですね。うんえー、白の石ダメ詰まりですからね。はい、うん。それで自重しました。十、はい、秒。コスミはしっかりと。はい。繋がっていますね。ジ、はい、ョ段、二回目のゴール時間に入りました。残り八回です。ここでね、黒は二つの。考え方があって。はい、えー。せっかくここにコスム手が成立しそうだから、そこにコスんでしまおうという。と。はいうん、あの。 するとコスだ以上は次の押さえも打たなくちゃいけないんですね。つまり白は、えー、この辺に打ったときにここを打たせるわけにいかないので、はい、多分この二目を捨てるような展開になっちゃう。まあただまあここで儲かったからといって,ってえっこれで満足する打ち方が一つ、うん、なんだけども。これいいかですか、えー。まあそうかもしれませんね。えー、はい。ただあの疲子なんで。 特に張さんもやっぱこういう打ち方よりは例えばねそうやる前にここの戦いをもうちょっとやっといてこの石を捨てないでここに打てる形を作ってからそれで後からやるというのをやりたいんだと思います。ただ一応この手も頭を破ってますのでその2つのことをその選択だと思いま回りした残です。 はい、続けてのこれです。もう一回ね、まあ中央にしても。今ね、コスミと言いましたけどね、ここね。と。これ。して、こう白に先手を取られて、こちら。うん、まあ、もちろんそういう心配あるんです。心配もあります。ただ、あの、ここの賭けは結構いい感じは。僕は知ってるんですけど。ただ、その後の読みは。完全じゃないので、そこを考えているか。これ、あの、二千降りてますので。ここが空いてますでしょ。ここに字を作って、目を作るっていうのは。割と手間かかる。 うん、でき,こうきれいに止まれば生きられてもここが黒模様になりますからっていうのが僕の第一感なんですけどす、ね、ただこの手をねこうじゃあツケにしようかっていうのとかねこう一見に飛んでどいて<秒>次の手をこの辺にしようかっていう,、うん、こう部分的な手もねいろいろありそうですからね左辺は打つとすればコスミしかないと思うんですけど<秒>、えー、こう中央の打ち方はいろいろありそうなんで。15秒はい、うん 左辺の方ういっちゃいます、ね。はい。うん、黒、四の十三、コスミ。あ,あ、こうするとね、うん、もしかしたら、張さんはね、<秒>この張の西は捨てないだろうと思ってたんですけど。はい、うん。まあ、もしかしたら、そういうこともあるかもしれません。あんまり、この西、捨てるタイプじゃないんですけどね。二十八秒。<laughs> 秒あ,あ、そちらでしたか。白、四の十一、コスミ。僕の第一巻では、その白の手は無理だと思いましたけど。はい。ですから、あんま 考えてなかったんですよすごい頑張った手ですねはい二十八秒、うん、これはもう下左下の白を4-12確保しようとしてます取ろうとしてますね、うん、この手はもう普通は大握手ですねそ,のそうですよね、えー、さらに上跳ねを通してる感じなんですけど、えーはい、その交換と次に今五線に跳ねて白に出られるんですけどその交換も左辺からすればもう大握手の連続なんですけど、えー、はい その結果左下隅の白が取れるっていう<秒>、まあ、そういう計算の上でなければ打ってはいけない手なんですけど。黒のは、ね、白はあの取られててしまっていいですかこれは手抜きはできません仮にえ、えー、左下隅をそっくり取られたとしても、はい、ここは出,な出るしかないです。 左辺の星にギュッとそのあとは本当に取られるかどうかっていうのは結構際どいこともあると思いますからそこを黒に抑えられたら今白が打ったところねそこを抑えられたら五は負けですから。あ取られてしまいそう怖いと言って隅を逃げ出してしまうのがよくないですね。もしそうでしたら取られて悪いようだったらそもそも白はもっと早く逃げなくちゃいけないった やっぱり今打った手を否定するような打ち方っていうのはその9の人とか弱い人は特にやりますけども絶対にやっていいけなですね急に方向転換されたりしますがやっぱその前に打った手の意味を尊重してそれでよくなる方法を見つけるしかないんですけどもこれで白はかなり窮屈なんですけど黒の形も。

出ていくのはね例えばままあこうつけすでしょは覗きもうこうついてくれませんでこう打きますからねこれはもう死にやすくなっちゃいますので筋はなんとなくこういうねつけ切りとかですけどもこれはこの一目を取りにいってくれればここ裏口から出られちゃう感じなんですすね割と表の方ですか。だから引かれて引かうんここはもしかしたら止まるとしてもここのカカが残ってますから。 これはちょっとうまくいってない感じですね、はいうん、なので、えー、ここはこういうふうに付け越しても、はい、まあこうやってこう引かれて、うん、ここがうまく下駄にならない感じですね、はい、木はなかなか捕まらないですね、うんうん、そうで外がこうそうやって捕まえることができないとなればこう中で生きるっていうことを考えるんですけどはい<秒> 五十八秒、ね。下がりじゃなくて、はねつぎか。はねつぎ。うん、はい。四回目の考時間に入ります、はい。続けての考慮時間ですね、うん。するとね、ここでは、あの、先手で二つの目は。先手で目が作れない。後、うん、手で一つの目。押さえたとしても、うん、ここは、うん。これ目ですね。一眼だけ 1> 1つなんですね。すねはい、うん。こういうふうに、こう凹んでも、一本置かれると。目が一つしかないです。うん、はい。こうやっても、やはり一つだけ。ちなみに、この手をこう当てると。 はい。ここに来られる恐れがですねあ。ここはこうで、うんうん、ここにこう打てがありますからね、えーうん。なので黒は黙って継ぎますね。でここ,ここに目を持ったら、だからここに打たれちゃうと、はいうん、これは二つの目は作れないので、うんはい、ここが結構一つの急所になる可能性がある白から打ってもね。これはあとこう左にこう差し込む手が先手になれば、何かこう外に受けたりすると。うんうん

継がせてから抑えられると。はい。ちょっと苦しそう。ここの眼形が。そこの目の具合がね。まあ、コスミが聞けば目は作れるけど。あの、さっきと作り方がね。いってかかりますから、ちょっと悪くなるので。はい。で、隅は相変わらず、後手で一丸ですからね。うん。ちょっと苦しい。コスミ付けの方が脈があるかなと思うんですけど。これは白、あ、取られてしまっては。取られちゃ、ダメですよね。だめですよね。ああ。 でもう本当に勝負どころです、ねうん、勝負どころに迎えた感じなんですけど、ねえーまあ、例えば、ね、こ,うこういうふうに打って黒はどこに手を入れるかっていうのはまた難しいんですけど、うん、仮にこの辺ぐらいに手を入れて取られたとすると<秒>多分白ダメだと思いますよ。よ<秒>これ大きそうですね、えー、取られるにしても残り回あのこの中央の黒を切りながら白がこう目,を目でも持ってちょっと手を伸ばして。 っていうのがいいんだと思いますけど、まあ対立者ですからね、無責任に言ってるんですよ。はい、あの羽角団かなりこう時間を続けて使われて、多少こうこのガチャンガチャンと行く手がだいぶ思いきり思い切った手だったんで、打ちづらい手ではありますよね。もしこの取りかけが失敗するとこれがこう敗因になるっていうこともありますから、まあ黒としてはちょっと読めてないと怖い手です。 四十秒、うん、ただこうなってくると息が、うん、調査もねこうコスミ出した時にちょっと時間かけましたね、はい、そうでしたね、うん、もしかしたらそのコスミ出した時にもうすでにこの図まで考えに入ってた、ね、15秒はいゆか悪弾7回目のコー時間に入りました残り三回ですうんここだけでこ,これだけの時間を使うっていうのは珍しいですよねそうですね、うん、まあ結構困ってるんだと思いますけどはい どう、しのぐか。うん。困っているにしても、こすみつけるしかない、感じがしますけどね。結構、この外側の黒が、強い形なんです、ね。ないやいや、なんとなく薄いんですけど。えー、今、こう、ちょっと図に出して、やってみた、ところね。はい、あの、そん、直接的にいって、そう、うまくいかない、だな、っていう感じですよね。はい。もう一つ、切り方あるんですけどね。ちょっとやってみますか、ね。はい、ここから、こう、秋三角に出る。<秒>こちらから。うん、これが意外とね。うん 例えばまあこのような手と連動あの関連して使えば、はいうん、あのこの曲がって伸びが効いてっていうことで、はい、今度はこちらを手を抜くとうん、うん、今度下駄にな、ね、も下端になってますか,、うん、ますかはいそれですからここの辺りに白石があった場合はこのグズミが決め手になる場合もある、うん、今コスミつけましたねはい、うん、やはりこちらから、はい、じゃあ実践に。 これは黒を放っておくと渡りますからね。これは必ず。はい<秒>。まあ僕は跳ねすぎだと思いますけどね。はい。うん、そうですね。跳ねすぎだとね、ちょっと白に余裕を与える感じですね。うん、で石の調子でね跳ねて押さえたらつい当てたくなります。うん、はい。当てたくなるんですけど、この,場合はこの場合はちょっと危険かなっていう気がしますね。ええ。二十八秒。白二の十六さえ。 またすぐにしてもね、多分かけ継ぎと迷う人がいると思うんです。けどこれは、攻め合いになる可能性を考えると、堅く繋いだ方がね。当てましたね。当てたの、あの、要するに、こうにやらせて、何らかの振り返りで我慢しようということですかね。白からの功罪は、あの、下辺に。えその二目を当たりするこうだっありますね。ですから、白は一回は必ず切ると思います。で、黒はこう取って、白の功罪があります。はい。 ただ黒からの黒の構材はねないんですけど、はい、はい、あのあやらなかったね。そこに構材また作ります。白八、うん、の十四。黒の構材はね、はい、そば粉で切られたとこ一の線に下がる手があるかもしれない。<あ>うん、はい、うん。その時に僕は白が打ち合があると思ったんですけど、十秒、うん。その手も許さないでということでここに真ん中にこう立てを作りましたね。白は。はい。 チョーク四回目のゴール時間に入りました。残り六回です。はい、あとちょっとこう思わぬ変化ですね。こう始まりそうな時に、<A> すぐにやらないところがプロらしいですよね。はいえー、こう、こうだて作りっていうやつですね。うん、つまり、今こうやると、こうなって。はいえー、で、まあ、こういうふうにやって、はい、多分こちらだと思いますね。あの。放り込むような手もあったんだけど、あまり、うん、こっちだと思いますけどね。で、そうなった時に、黒のこうだてがないので、下がるかもしれません。はいうん、その時に、こうつないで。 取らせて。はい。ええー、これが先手一丸になりますね。うん。このあたり。あたりが。で、で、覗きの具合があるので。うんうん、なんか白がいけそうな気がしてたんですけど。うんはい、この図を選ばなかったで、ね<秒>うん。実戦こう打ったというのは。つまり、まあ、抑えるだろうということで。はい、この切りのこう、あの効果を大きくしようということですね。<秒>つまり、こうにしておいて、こう、な、まあ。一旦はこうやるかもしれないけど。えー 十五秒。で、こう取って、もし下がったら、この引きでこうにしてしまって。この切りをこう立てにしようという。その時にね、あの、こうやって突き抜くと、また逃げられるかもしれないんで。交換しといて、こう切りをこう立てに使おうという考え方ですね。はい、抑えましたね。黒。はい。二十秒。あ、切りまで先に打っちゃう。九十三。切り。そうするとね、もう、この子は。今ですと、黒は二目逃げなくちゃいけない。 いけないので。はい、うん。そこの甲立てがさらに大きくなりますね。うん。ということは、コこうかけた時は。<秒>白はこうに勝ってしまいます。ええ <A>。その代わり、まあ、黒は中央で連打をすることになりますね。二、う、十、ん、秒。黒。十の十四。曲がり。こういっていて、状況が。 ね、まあ、状況変わ,変わりますね。これは、あんまりやると、まあ、中央を連打されることをしろ、考えなくちゃいけないんで。はい、この中央の甲立作りを、どこでやめるか、というのが問題ですね。ね十五秒。もう一っ打ちましたね。うん、そこはやっぱ主張にかかれるのは嫌だってで。白の12で、この戦いが済んだ後は。左辺で黒を攻める展開になればいいなという。 1秒。そういう気持ちも。ねやっぱり湯川さん攻めるのが好きですからね。黒はしょうがないです黒11の14。もうそろそろこうに仕掛けるでしょうかね。はい。戦いの方は少しあの黒上にこう被ってきまってきました。うん。ちょっと白心配になってきますね。その意思はもう捨てる場合もありますね。え、というのはあの戦いの戦いが非常に物が大きいので。はい。 こ、えー、この時にに<白>黒はう勝てないい可能性が高いですね、はいうん、そうするとあの例えば下辺を連打してその石を下辺を黒地にしてしまうような打ち方だと、はい、今度は左辺で黒が攻められてしまいます、ね。ということで黒は甲ウ立てをこうに負けると仮に思えば、はい、その甲ウ立てをどこに使うかというと。 黒はもう左辺の石を中央に伸ばして。そこで攻勢に立ちたい。黒。お互いに相手のことを攻めたいんですね。特に湯川さん集めるのが好きっていうか、上手だと思いますからね。攻める展開になったら。強いんじゃないですかね。あ、そこの甲立てを使いましたか。白。六の十八。これは効きますね。はい。つなぎか抜きか。つなぎか抜きかでね、甲立てが一つ違うんですけど。はい。 微妙にその字の具合が違ってくるっていうね<秒>。うん、可能性があります。えー、はい。あ、こ,こで意外なところで時間を取ってますね。<laughs> はい。うん、これは本当に微妙な差でね。はい。えー、ここに、うん。ここに打つと、少なくともここにもう一つ白の交立てができるっていうのが、少し嫌ですね。うん、はい、うん。なんで、じゃあ、つなぐかというと。これはあの将来、こは白勝つと。仮に思えばね。はい。 将来ここの優勢を白が打つ可能性があります、うん、その時に当たりが効いてそうです、ね、ここの字がね、だいぶ違いますよね、はい、あの、三目抜きになってればもう,う,う何も手を入れる必要がないですねその差が大変大きいのではい、えー、それを気にして抜くかどうか,か、ま、考えてますけどまあ逆にね、うん、はい、えー、ここに打った場合はこう次となってはい あの、これがね、抑えた時に、ちょっと白が得する可能性がありますよね。そうですね、こっちにあると、こちらの具合が変わってきますね。だから、もう、あの。そういう意味で、こうあえて、ここの損に甘んじるっていう打ち方もあるかと。はい、あ、継ぎました。はい、黒が行ました。七十七、次。早碁っていう、中でこの次に時間をかけたのは意外ですね。はい。まあ、こうなると、え。 1> 黒一の線に下がる手もあると申し上げたんですけど。はいえー、真ん中でね、この黒四神対して白の戸建てがいろいろあるんで。二十五秒下がらないかもしれませんね。<秒>うん、そっちから。か強力強いですね。手も力強いですね。<laughs> <laughs> これはそのにもこう取れる下駄のような手で取れるのかな。 まあ白がもし解消してで上れを抑え込んで中央からをぐっと押す形にして取れるかもしれませんね。そういう意味ですよね。この白の二子を取ることができれば厳しいですよね。あの厳しいっていうか大きいですよね。二十五秒。一応もう黒を切ってる金メイこう解消しましたね。そうそう黒を切ってる金メイですから。白の十五取り。 白は解消ですね、うん。一旦最初の戦いは収まった。うんうん、まあ第一ラウンドといいますかね。この二人はなかなか戦い終わらないと思いますけど。はい、うん、そうですね。それで大体取れてるはずですね。黒九の十一。うん、あの白もこう曲がって出口がありそうですが。まあ大体取れてますね。<秒>ちょっと、えー、あの曲がってグイッとまた中央から押されてもちょっと逃げにくいですね。うん、はい。 しかし、出た時桂馬かもしれない。結構難しいですね。よく見ると結構難しい。あまり限りばかり解説してられないね。これはね。三十秒。難しいけど、やっぱり白は危ないね。まあここで一旦ね、やめて、この下辺に向かうというのが、多分普通だと思いますね。ちょっと、気になりやってみますか。で、こここに押して、こう出て、伸びる。 えっと、で、ここのところ、例えばこう出て、切りが入ってっていうのは一つの、考えなきゃいけないことですね。はい、こう切った時に、こちらふさがなきゃいけない。はい、で、こう付け越しの、白はもう一つダメがあればね。ええ、例えばこういうふうなそうそう、するとこの真ん中が黒はね。もう一つダメが空いていれば、っていう話ですね。これは、白が成功ですが、うん、ダメが詰まっちゃうからダ、ね。ダメが詰まってると、ね、取られてますね。はい。もう一つ考えなきゃいけないのは、コスミつけるってですよね。はい。うん

出るとね、こううっかりこうやると黒の攻め危ないんですね、これね。これは危ないですか？白三点ありますからね。黒の方が当たりされちゃう。そうですね。短いですね。なんだけど、あの今に至ってはあの石捨てちゃいますから、これで真ん中がこう取れますからね。そうですね。これは白失敗でしょうね。はい。黒十五手。っていうことでやらないと。なかなか動き出せないですね。はい。でこうこの下辺を対等して。 2目は捨てる格好にするのが普通ですねはい跳ね返しましたかはい白2段バ13の13 2段バネこれを放置しているとさっきみたいにね中央の西があのダメが伸びるとえらいことになっちゃいますねこの白が動き出してはいまた下切りな黒12の15切り 白十三の十四次、うん、はいここに切ったっていうのはまた激しい手ですねはい反対切る手もあるかなと思って十秒スター切りましたね、はい、切ったということは下辺を取ってしまうということですねちょっと中央がねまた厄介なことになりますよはい十五番チョーク弾六回目のコール時間に入りました残り四回ですうん。 えっと、こう、ね、切ったんで、<っ>伸びたくなるんで,すですね。伸びたくなります。そうすると、白こう出ますよね。はい。先ほどはこう押して。取っていき、うんうん、取りに来ましたら。はい、るすると、この石取られちゃいそうですよね。そうですね。はい、こういう風にやるのもいい手なんだけどね。えー、こうすると、こう、こちらの方で逃げて。かろう命だけはっていうことある。はい、こういう風にやると、しょになっちゃいますよね。えー、はい。 この白はじゃあ白でどうぞ。白です。こう停止にされてはい。これ勝ちになっちゃいますよね。はい。ここでさえ間違えなければね、そうですね。でこうもう逃げるのやめます。そうですね。取ら取られてしまいます。ということで伸びちゃうとつまりこう出た時にこっちに戻ってこの白は助かってっていう全く別の戦いが始まる。 ああま始まるかもしれないね。<laughs> ええー、えらい、えらいことになりましたね。コスミも、まあ、あの、下がりと申し上げて、コスミ、さらにちょっと頑張った感じす。<秒>ただね、まだ横につける筋があって、ここは完全に解決してないけど。はいうん、不思議な使ったですね。<秒>これちょっと僕の予想とは違いますね。はいうん 二十五秒。コスミ打たれたことでね、白はそうそこも打ちたくなっちゃうんですよ。白は十四の十六つけ。下がりだとね、迷わず中央の方をやったと思いますけど、はい。すごい戦いになっちゃいましたね。そうですね。つではどういうてかというと、ちょっと主張が関係してますね、また。はい。素直な受け方だと二十五つけの下に受けると、はい。さらにその右に白が伸びて、はい、受けましたね。はい、受けましたね。 白は伸びるでしょうね。白が伸びた時に、その下に継ぐ手は危ないわけですね。うんうん、まあ、その別の手を用意しているのいまあ、今のつける白、いろんな打ち方があったと思う。んですけ、ね、どこれが一番、まあ、普通というか、正直な打ち方。はいうん、これで黒はね、白が打った、すぐ下に、三本に繋ぐと<秒>。一目抱えられて、主張になっちゃいますからね。はい この下の、下から四線のところに当て。られ四線に当てられてね。ということで、そこは切れないように。二線に。あ、そうですね。はい。かけ継ぎですね。これで一応無事なんですけど。はい。かけ継ぎ。中央の問題は残ってますね。これをいかに。するつもりか。下辺はね、黒字。になりました。白四つは。

ただそこであの白は2目く逃げることになっても、はい、また右辺の方で黒が攻勢に立つ可能性があるんですね。ねそれをちょっと考えに入れて<秒>こう右辺の形を固めようとしてますね。ねはい25秒28秒黒の 白のダメを詰めようというですね。はい、まあ、このはねで三三に伸びても。決して怒られるような手ではないんですけど。はい。うん、まあ、はねて。少しでも白のダメを詰めた方が。二十秒。後の攻めになるということですね。<秒>うん。二十五秒。二十八秒。あ、出ましたね。この。部分的にはこう出て。三三の切りを入れて。はい。締め付けの形を。 作った方がいいんですよね、うん、ただ黒はダメを詰めようとしているのが見えてるんで、ね、<秒>ちょっと躊躇するかなと思いましたけどね、はい、ダメを詰めてるというのはこの白4子の今打ったところの白4子ですね、はい、がまあこうダメが全部詰まってるということで難、ね、か、ねはいうん、の時に3目の真ん中が急所だとって、ねうん、5線のたりにノかれてような感じです。はい うん、ということありますからね。十、うん、秒。まあ、その辺は対局者はよく分かっていることですからね。はい。そういうまずいことにならないように。この後形作るんでしょうね。二十秒。うん、白17 17。十七の十七。切り。 まあ下辺に約四十目の黒字ができつつあります。はい。大きいですね。大きいですよ、うん。ただまあ左辺に白がね、うん、結構な字が。そうですね。うん、白も白の左辺の字大きいですね。<秒>ちょっと計算しにくいですけどね。黒十六、うん、の十八次。まあ三三のつくりがまだあるので、左上隅ね。白十七の十五。なんとなく三十近い感じの白字ですから。うん、はい。 10秒すると G は黒が1目ほど優勢ということになりますね仮に真ん中に手がないとすればきっと黒優勢の局面なんですけどちょっと右辺の形が落ち着いたところで白は真ん中を動き出すんじゃないですか黒は18の16、うん、ここではねなんとなくやめにくいですね、うん やっぱあの10<秒>4戦のかけ継ぎとか、はいうん、少なくとも2戦の抑えとかねか、うんまあ、け継ぎで聞かせばダメ詰まりの問題が緩和されます20秒25秒当たりも打った、うん、白、うん、13-15 2人とも、ね、中央のことで頭がいっぱいだと思うんそうですよね <laughs> <laughs> あの見てる方もどちらが先に中央に回るのかというのは本当にあのドキドキしてしまいますが、うん、ただ黒の立場としてはこの下辺といいますか右下の部分の戦いはやめられないんですよね。はいうん、ここまではね20<秒>黒12の16次

やっぱ大勢集まって安藤文化もね与田さんという今でも有名なで士がその時も天才って言われてやっぱそういう人がいてみんなで一緒に行動したり多分勉強も一緒にしていうことがあるんでそういう意味では周りの人を見て自分も勉強しなきゃって思うことができますよね。 その点、大勢でいるのと違って、目の前にライバルがいないんで。<秒>人がいっぱいいるっていうのは得したかなって、僕も思ってますけど、ね。そうですか。まあ、あのでも、こう異国の地にこう小さい子がいらっしゃって、<秒>やっぱり寂しかったりとか、そういうのはありましたか。はい、いや、織田文化に入ってからは、毎日喧嘩ばっかりで、<秒>寂しいと思う余裕がなかったですね。<laughs> す一応、僕に達しましたね。<ー>ね <laughs> <白> <laughs> そうですね。はい。 やっっぱりそういた大勢の子の中で切磋琢磨してそうですねまあお互いのことを怒ったりねということはあるんだけども寂しいっていうのはなかなかないですねう煩わしいぐらい大江田文化っていうのは特に大勢でしたからね安藤文化はねんか優秀なのばっかりだけどちょっと少なかったですかね。秒秒押ししまた 白でここで黒はうんシるようなことになりますよねきっと。ねあるいはこう左辺をちょっとなるべく小さく捨てる中央捨てるわけにはいきませんからそれはもう絶対ダメですから。ね20秒 二十五秒、二十八秒、押し切っちゃいましたね。はい、黒、七の十一。伸びるんでしょうね。これは。うんこれ以上黒はついていけませんね。もう中央守らないといけます。はい 左辺の黒は取られてしまいましたね。多分白はもう一手かけて今黒んですけど黒は中央守でので多分もう一手かけて取ってしまえば普通でしょうね。例えば出てしまうと実は手抜きもできるんですよ。ええ 転抜きもできるんですけども。十秒。転抜きも考えられますね<秒>、うん。それでちょっと今手が止まりましたね。はい。二十五秒。二十八秒。うんうん。白十二の十二。ここも効いている。これも受けなくちゃいけませんね。ところですね。うん ただこの中央の黒石はね<秒>あの下辺の白を取ってますから、はいうん、これからそれがまあ戦いに巻き込まれるとかっていうことはないですよね白石取って生きてますから白もね今当てたところの上に伸びるっていうのは形ですけど、うん、今伸びても黒は受けませんね、はいうん、伸びるのは立派な手なんだけど<秒>打たないかもしれませんね やはりこの後の攻めがあまり期待できない。ないうん、はい。形としては素晴らしいんですけどね。ええー。25秒。うん。取り切りましたね。はい。これで左辺そうですね。また増えましたね。うん、まあ白の方が字が多いということになりましたね。うん。左辺に黒の大きな字があって、えー、左辺に白の大きな字があって、うんこれは大きいですね。白の方が大きいですね。うん 三々、まあうん、のところを白地として数えなければね、はい、黒十数目白字が大きい十目以上白地が大きい感じかなという。うんはい、黒としてはではでその、うんまあ、それに対してまあ黒は右上の隅を打って打ってますから、はい、で左辺の<白>、うん、なんとなく白の壁のようなのがあるんですけど、はい、これが、ね、壁なんですけど強い石かどうかっていうのはまだよく分かってない。 見た感じジ目が一つね補正されてますね。欠、はい、け継ぎのあたりですね。うん、そ,そのあたりがまあ目一つは少なくともありますけど。はいえー、目が二つあるかどうかっいう<秒>黒が右辺になんか開き打った場合は、うん、あの多分完全じゃない。二十五秒。はい。チョーク弾七回目のコール時間に入りました。残り三回です。ジ、うん、は白優勢ですけども、え<っ>えー、こう例えばまあこの辺に開き打って、はいうん。はいうん この角とかね、うん、なかなかねかかあの命取るまでは話が遠いんですけどう攻めることによってこの辺りとかが、えー、黒字が増える可能性があるんで、うんはい、まだまだちょっと、うん、ここに切ってこすんだ手っていうのはここに,に逃げられるのが見えてるん、うんうん、ので意外でしたけど、はい、<laughs> まあ黒としては。 結果としては白地がちょっと多くなりましたね。まあ文的には白がこう頑張ってるんですけど、これからこうちょっと黒の方は攻める余地がありますからね。はい。平成の方はよくわからないですね。今右辺って言いましたけど、上辺も。あ、そうですね。本当に広く開いてますね。の次の手もね、右辺に行くのか上辺に行くのか。あ、一つ寄せましたね。はい。黒十六の十一。やっぱおどしがあの。はい。おしが入った手ですね。はい。 これはね、なかなかでも殺すまではいかない格好ですね。うん。まあ、でも、こういうふうに、あの、こう、ちょっと、こう。圧力をかけられて。ただ、受けるのも。これ受けたら、多分、形成、これはね、受けたくないですよね。受けるにしても、そう、こういった手で。そうそう。白、ただ、受けるだけの、この伸びは先手にならないって申し上げたんですけど。はい。まあ、その左に当て込む手が先手になりますね、今度ね。はい。うん。で、まあ、話遠いんですけど。 えー、この取られている下辺の白石を黒に取らせる手をかけさせて取らせる、うんはい、この黒中央の黒を包囲すればね最後は黒を手入れしなきゃいけない。いわゆるセメドリですね。そうするとこう、はい、ねカ変の黒地がリサも減っちゃう。ええ。二十八秒。うん、秒はい。うん。まあ黒を広く開いたんで。十七の六締まり。やっぱりこう広く開いた後は。 いって守る必要が出てきたんですね。真っ白も守ってばかりはいらないと思うんですけどね。上辺も大きいですから、はい、上辺に向かいたい感じですね。このように星から打つとね、あの両方開いてますね。 大、はい、ゲマの地位と。星下の<秒>常識で言いますとね、この三三が非常に気になります。はい。<laughs> そうですね。星の弱点は三三、三三にありますから、ね。か十秒、うん。入りましたね。はい、行きましたね。うん、黒三の三。三三。迷わず、押さえましたね。これはまあ。 白。格言では、ね、広い方から抑え,抑えようって言いますね。うん、はい。広いというと、白の石の、白の開きの石が広い方ですから。はい。うん、まあ、これで合ってる。<秒>格言通りってことですね。はい。二十五秒。うん、黒三の四。はい。まあ、星から大げまに開きを、あの、締まり打つっていうことがある人だったら。この定石は知っとかないといけないですね。はい。十秒。多分、この二人は一番定石的な。基本定石をね、打つんじゃないかなって。 見てますけども。はい。この場合にふさわしい感じがしますからね。はい。二十八秒。あ、でも違いました。少し変化。より厳しい手ですね。はい。まあ、この手で黒が張ったところを押さえればね。ええ。基本定石。逆の二目の頭ですね。はい。ただ、下の羽ということは。これはね、少しもがいてもらおうというような意味でね。うん。ちょっと目を。目を奪うようなね。ええ。狙って。二十秒。これはね、いろいろと変化が出てきます。 反対側の押さえだったら、あんまり変換の余地がなかったんですけどね。<秒>そうそう、ここにつけるのが。よくあるんです。三の六。はけ、えー。この。二の二の押さえを黒が打たなかったのが。面白いっていうか。一つポイントになってる、ね。跳ねられると、すぐに、うん。押さえちゃうんです。<秒>押えたくなりますが。うん、打たないというのが、うん。打たない意味があるんですね。こうつけた場合は、特に打たない方が。都合がいい場合がありますね、はいうん。この形も定石があって。 一般的な定石で言うと、白は四千四千五百秒,、うん、秒特殊な手を使うとかね。ね、これはちょっと厳しいことを言ってきますね。白の割り込み、うん。白は目を取りに。行ってるんですか。か黒の打ち方次第ですね、それはね。はい。あの、つまり。左下の白は。非常に硬いですよね。もう、何の心配もない。強さですね。うんうん、ですから。<秒>その目を取りに行く打ち方。もしくは、隅を大きく取って。はい、左辺を。破らせる。 打ち方左辺破られても白硬いですから、はい、もう平気ですよって<秒>、うん、上辺の方が大事なんですね、うん、上辺を中心に上辺と左上の隅を<秒>白地にし行こうと考えているかもしれませ、ねうんね穴が開きましたからねこう <A> 形としては黒は出る形ですよ<秒>4000人、はいうん、そうすると隅の二目を取られるかもしれませんね白はそれを狙ってるような感じですジョーク団八回目の考慮時間に入りました 残り二回です。ここに出る。ネバー普通ですけど、で、こう。叩くかどうか。はい。ま切れば。こちらに。これは取りますと、切られて、これもは主張に取られますよね。はい。うん、それは白ひどい、あ、黒がひどいでしょう。主張ですよね、これね、うん、墨いるけど、多分後手きですから。はい。はい。これはダメです。これだめ。はい。黒がダメですね。はい。ということは、この切りには。 まあ外火傷いでいで目も取られちゃいますからうん、うん、でここの白はもう鉄壁ですからここをは<ー>ここはなら荒らしたかったんですけどここを荒らすのはちょっとつまらないんですよね、うん、つまらない感じまあこう引きとか囲いになるでしょ<秒>、うん、もう城はビクともしないところにぶ、はい、っているので,で、ね、ちょっと悔しい感じがしますよね。えー 白としてはここがになるのがが結構大きいここ強くなると自然とそうですね上辺もまとまってきますね。というのはこの石が弱い石になる可能性があるから展開によってはこういうふうに地になっていくと弱い石にならないから白は安心すするわけでね。それで黒は出を選ばなかったはい。た跳ねるんですけどこの時に当てて繋いでえ。 なんとね、抑えない方がいいっていうの話したんですけど、今度は抑えてないの、く、悔しいんですね、黒は。ね、そこ下がれたいそうだと。そうなんです。抑えてあればよかったなって、ちょっと思うじゃないですか。こうなると。はい。これは。今当たりした時に、もう単に取っちゃうかもしれない。まあ、繋ぐぐらいでも。ああ。今度はね、もく、取るまでもない。次。で、まあ、こう開き打つと。やはり、まとまってきますね。そこが地になるのが。はい。 白の狙い、ね、うん、逆の展開だとここに黒の生きた石が出てくるとこの石が攻められるっていう展開があったので白としてはこう、ね、地になりそうなところを、ね、<秒>破らせてもったいないようだけど、うん、その白の石が強いからここでしっかり地を持ってるから、うんはい、そこは破られてもいいと。この<秒>の辺の価値があまり大きくないんですね。うん、やっぱりね、こう戦いの湯川さん<秒>戦いの碁ですから。はい その石の強弱で、打ち方を選ぶっていう感じがしますね。うんはい、この場合、まあ、僕も同感で正しいと思ってるんですけど。えーうん、こう石の強弱、<白>字の大きさ。いう単純なものじゃなくてね。<次>ここを強くすることが、将来の展開に影響すると考えてる。で、そこを破られてもね、まだ白はちょっと字に余裕があるしま、ね。はい。九回目の考慮時間に入りました。うん、残り一回です。 これはもういっているんですね。ここに抜かれると信じるでしょうから。はい、手抜きは危ないですか。うん、はい。み、はい、今向井さんね、はい、あのこの図を作るときへこみと下がりで迷ったでしょう。<の>今ねちょっと手がね、っり <laughs> えっ、ー、と、これ迷うんです。<ど>はい。ね、その迷ってるっていうのは今調さんが迷ってるからここで止まったんですね。うん,うん。あの迷うんですよ。はい。つまりこのへこみはねちょっと辛いんですね。将来当てられたときにな、うん、ぐでしょう。 する、はいうん、と駆け継がれると、えー、ここの駆け継ぎでいきたいんですけど、はいうん、完全な生きではないという、ね、こうコスミつけられた時についでにつなぐとーーこういう可能性が若干出てくるこの図はもう対局者はねもう1秒もかかんないでもう分かってますからこれがちょっと嫌なんですね白も怖いので果たして仕掛けられるかどうかは別問題なんだけど、えー、い嫌なんです。 じゃあ下がると今度もこの曲がりが効くと、ね、いうのも嫌、ね、嫌なんで、はい、手が止まっちゃったんですね。あ、引っ込みの方やだった。はい、駆け継ぎだっね。悔しい感じがするけどね、うこう当ててこう駆け継がれた時にもしかしたら悔しい思いするかもしれないんだけど。秒。あこうやれば息は息。下がれば生きるんです。ですね。でも二目の先手ですか。またこっちが先手になって。うん、うん。形勢もね。 ちょっともしかしたら少し苦しいかもしれないんでこういう仕方は絶対しないでしょうねむしろ攻撃誘って命紛れを求めようとするのかもしれません当てましたね早速当てですね。早速相手に嫌な思いさせようというねこの強い人はちょっと性格悪いって疑うような時あるんですけどつないでね駆け継ぎまで打つかどうかまあ当て一本はまず無駄がないですうん ここまではね、あの一戦のかけ継ぎというのは。特に今打つ必要もないんだけど、ええ、ちょっと相手の態度を聞いてみたい気持ちにもなる。十秒、うん。あ、打ちましたね。はい、あら。白。一の十一。やっぱりこう囲碁というのは、こういい人では勝てないですか、なかなか。少し、こう<分>悪い人。勝てない,い <laughs> と、うん、多少、あの、やっぱりね。 十秒、うん、有利な時は攻めていかないと、えー、有利になるためには何か資本かけてますからね、うん、強いところでは相手をどん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 いじめてしまわないと、はいうん、人間<秒>社会的に言うとそれをやったら嫌われる不思議な手を打ちましたね凹みですかこの手は不思議な手ですはい,いやまだやはまだ生きてはいないんですねにされる可能、ね、にする時は つまりその2目を助ける手を甲立てに使おうというんですけど今日の町村人さんはちょっと意外な手が多いですし白はへこみ打ってもらいたいんですそれも無理してこうにして取りに行くことも。というかこうに行くのはかなりコウ立てを用意しとかないと損になりますからそれはもちろん白も用心しなきゃいけないんだけど。 ね、20<秒>少し直弾ちょっとこう苦笑と言いますかうんっていう表情も今<秒>、ね、見られたんですけれどもここの攻めがねコスミ黒のね一つの希望をつないでるところなんですけどまたこの白一段寄り付きが狙いますか、はい、やっぱり白のダメ詰まりがここに来てあの黒の狙いになってるんですね<秒>この今コスンダから一見に飛びつけるとね

対局中はずっとこんな感じですね。えー、形勢が良くても,悪くてもん喜んでるのかどうかわからない、ね <laughs> ね。まともね、対局中にあの笑ってたらおかしいですけどね。<laughs> そうですね。で伸びましたよね。この時に二十五秒も切られるの悔しいからやっぱり繋ぐでしょう。うん、はい。そうするとこうあのこの白は黒から打たれると生きていないという状況になりました。はい。うん、まあ例えば三戦にこう軽マに打たれても目はないんです。うん はい目はないんだけどまあ頭は出ているのでそうですね頭出てるんで死なないんですねはい二十五秒これでそうですね目が一つになります十七の十三頸膜まあでも一つあればねはいこれ目が一つもないのと一つあるのとは大きな寿秒閉じ込められたらね目一つも死にますからそうですあの外出てねもう一つ作る余地がありますからねはい真ん中の形を何か打つんですけどね真ん中をどんな形で二十五秒 そっちの桂馬<白>黒としてはこう、うん、追,い追い込みながらこう上辺のこう白を削減して、うん。ああそうかもしれませんね。まああとはこういいとこ右辺の黒字を増やしましたね。あはい。もうすでに三線の桂馬あった時点で右辺の字がまあ字になるでしょうね。まだ完全ではないんですけど、えーはい、そこがちょっと増えつつある。うんうん、え白はまあ左に向かって石を伸ばします。と<秒>いうのはその中央の黒を包囲して。 あわよくば下辺と攻め合いにさせて、うん、まあ二三手,手入れさせようというね、はい、白の狙いなんですよ。黒13、うん、の八。左によると右側の黒が大きくなりますから、うん、その右側の右辺の黒字が大きくなるのが怖いなと思っている人は<秒>右によるんですね。<laughs> 今の白の手をね。えー、それでこう左に寄ったので面白いなとちょっと思いましたね。あくまでこう攻めようというね感じがします。 25秒今白の形をケ、ね、馬マというふうに表現しましたけど、はい、実はその天元から斜めのとこに当て込む手が、ね、<秒>先手ですから、はい、一見飛びになってる意味もあります。ですから連絡はしっかりしてますよね。黒としては、ね、やっぱり相当攻めないと形勢は苦しそうですね。ね、うん 黒のつけ、うんな、なんとか。攻める形を作りたいんですけど。はい。うん、まあ、そうは言っても、割と目を作る余地がありそうですけどね、白は。えー、一つの目ありますから。そうですね。もう一つ、ここで目を作りに行くっていう選択肢があります。<秒>それを選ぶかどうかですね。二十八秒、うん。まあ、そうですね。白12。十二の九。黒からも。 今のところに膨らむ形をちょっと狙ってたんですねはいですからまあ一つの形ですと真ん中の方も少し目形そうですねまあそこはあの竹風のような格好になってるわけですからはいいきなりこう守りに入っても目が作れるかもしれないしはい黒継いってですね黒十二八8これだけ打ってまたこう左の方に逃げていく手もありますねはいうん 白十六の十三。16 16これは目ができるということではないんです。はい。まあ、打った方がちょっと字が得くっいう。そういう手だと思いますね。また次白からは跳ね出す手がすできますから。まあ、普通は黒を引くんですけど。<A> 一応黒の打ち方を聞いた感じですかね。<秒>うん、はい。黒十七の十二、ね。左にのぐると穏やかなんですけど。 なんとなくこう右辺が黒字になりつつあってそうですねその中央党の右辺の間に少し隙間がありますよねはい <laughs> この少し隙間があるのが気になりますよね <laughs> 気になりますね、えー、そこを白がついていくかどうか25秒はい 柔らかくいきましたね、はいうん、今の手をもう一つ右に寄せていくとちょっと激しかったそこまでいくような、うんまあ、僕なんか我慢できないでそこ行っちゃうと思うんですけど <laughs>、えーえー、この左の方だと適当に減らしてまあわよくば先手で目を作ってしまおうというねその程度のことで25<秒>桂馬はぴったりですからね、はい、黒としてもまあこれ以上の字の囲い,い方はもう期待できなかったから。はい、うん ということで右辺がね、これで初めて黒の字とね、堂々と言えるような状態。したね。今まではなんか字になりそうだとは思ってたんですけど、字にならない可能性もあったんです。で中央の白は。もうすでに、だいたい生きてる感じですよね。もう大丈夫です。かうん、だいたい生きてますね。はい。うん、この当て込みが先手で。ここが先手なんですね。白十一の十一、当て込み。ということは、字のことを考えなくちゃいけないんですよ。はい。あ。 この二人が例えばね、戦いで肩がつくと思ってたんで今日は計算しなくていいなと思ってたんでちょっと計算しましょうかねはい、お願いしますでも、予選勝負になるかもしれませんね僕は白が優勢だと思いますけどあの白がこの上辺の白の字がねまだあの100%白字、この辺ですねこの字がまだここに打ち込む程度がはい えーまあ、ここはさすがに打ち込みじゃなくてこの辺りからでしょうかね、うん、こういう手が残ってるんで、はい、どの程度まとまるのかっていうのが今あの計算してみるとちょっと自信持てない部分があるんです、ねうん、あ白もですすね白もか、うんそうであのー、この上辺のことと、えー、あとこの三三というこの2つの大きな手が残っていてこっちの方はだいたい石がこう、ね、密集してて終わってますけど。 で、ここがね、こういうふうにやると、はい、ここが目になるんですね。そうですね。ということは、ここ、ここ一つありますから、はい、ここに黒が来ると。まあ、ここはいつでも白、先手と見なくちゃ。四十秒。ここが目になりそうなんですね。うん、つまり、ここに打った時に、ここにやらなきゃ殺せないわけですね。はい。だから、さすがに死ぬ可能性は、で、しかも、この黒がね。 やってるうちにだんだんダメがね、こういうところもそうです。ダメが詰まってくるでしょう。するとなんかこう白の方がかえってダメになっちゃう可能性が高いですね。まあダメになるとか絞られてしまうという可能性が高いので、まず取りには来れない。白は手を抜いても取手を抜いても大丈夫です。実戦はこちらで打っちゃいましたね。これを決めてではどこにかうか。 ここはやっぱりね、あの、これだけ形を決めて。え,えそれでもう一点真ん中に入れるとなると、うん、いろいろ形を決めて黒に安心させたのが失敗になりますからね。<秒>うん、これは白は、これ以上打たないで、先手で終わらすよっていうことでなければ、話がおかしいです、ね。はい。ただ、その次の手を上辺守るような手打つのか、<秒>多分守ると思いますけど。はい、この三三、はそう。 この三々、ね、打つとね今度は上辺に黒がどう仕掛けるかまだちょっと余談が許されないというか大旦<秒>、うんま、は先弁の間にどっかの三々入る手なんですけど、えー、秒抑えました、はいうん、これも地は大きな手ですよ。 あの右斜めの白の桂馬滑りね。との差が大きいんですよね。白はそこに桂馬に滑れば、大体先手になる可能性が。高ただ、これですと白は上辺の囲いに参りますよね。三三打ち続でしたね。これは白は。あのう、打って。かったちょっと嬉しいですか。二十八秒。うはい。白。大きくなってきました。ねこの手がね、どこに守るべきかが難しかったですね。ええ。 つまり三間の間を普通に4線に桂馬マに打つ手も考えられたんですけど、ねはい、そうすると今白が打った手の1つ上の4線の形まで片き、えー、多分黒は行くと思います、ねえーうん。これちっというのはこの隅の白の形が。 あの一つ二線にへこんだ形になってますでしょ。はい。うん、その二線の白石と軽マの三線の石との間はちょっと連絡がね弱いから、この打ち込みの黒石をなかなか取りにはいけないですよ。そうなんですか。ええ、上からこう<秒>こすんで。うん。で中央には黒の石がこうね、はい、壁になってつながってるのが待ってるじゃないですか。はい。十八秒。うん 今の並びっていうのは、<白>その桂馬は弱いって言ったその弱点を補ったという点、はいうん。並びだったら、これで白の連絡は万全なんですね。ね、うん、四千の並びなのに、二千との関係があるんですね。黒十二の五、飛この黒を逃げた後の楽しみが、実はね、少しあって、はいうん。はい。白の隅の石がね、右上の隅の石が、まあ、黒の異分ばかり通ると、ちょっと詰め子になり。 二十秒、はいうん。だからここの寄せは急いだ、ね。白十八の三。うん、下がりから黒が抑えれば、一線の羽まで打って、黒の打ち方を問うのかもしれませんね。まだあの中央あたり、広く空いていますが、こういう二線の下がりも。大きなところなんですね。ねちょっとね、白の死活と関係あるっていうか、えー、それと関連して、寄せが効く可能性があるんですね。はい。うん そうそう、これここがね。黒。手に,<け>手にしてきましたね。これ大変なことですよ。はい、ね。これはもう、ここが勝負どころになりそうですね。こういうところから手をつけていくんですね。ええー、いまだにね、<秒>こう、ちょっとね。あの、その右の黒は一見飛びになっているところの。目線の下がりがね。はい、ちょっと効いてる意味があるんですね。目線の下がりが、右側の白に対して、効いてるんで。ええー。 えー、意外とこのつけが援軍がいる感じがします。<秒>うん、白十の二、うん、下がり。こうなったら読み比べですね。黒、はい、もつけていったんで。えー、飲み込まれてしまうと。うん、ちょっとやっぱり持ち込みになるでしょうね。白が囲ったそのまた後から手をつけていくんですね。すねうん、まあ白囲った手が五線で、<秒>あの確かにね。ええ。隙があるといえば隙がある手だと。十の四。<laughs> ただ黒の方が怖いですよね。やっぱ白がい<っ>多い中ですからね。うんはい、はい。そうですね。まあ白の方は白、のあの取られるような格好ではないんですけど、ここで左に伸びる手が成立するのであれば大変なことですけどね。はい<秒>。うん、25秒伸びましたね。来ましたね、うん。これはつまりのあの2千に下がってある白の二は大丈夫そうですけど、はい、中央の西がね。 十秒。まだ完全じゃないから。えー、そのどっちかの白いし、白の仕方によってね、追っかけていこうという。床が九段、最後のコール時間にあります。はい、残り時間はありません。うん、こちらへ伸び。たんですそう。これはまあ、次に黒がここに打つと、この二目が取られるそうですよね。はい、うん。だから、じゃあ、こうやってみましょうか。はい。で、こういうふうにやって。どんどん。出ていきますか。うん、で、逃げて。はい。うん。 こうやって、で、こう桂馬に、あ、これ下駄じゃない。あ、下駄でも、ちょっと違うか。<laughs> 桂馬に行きますかね。<laughs> はい、うん。これはね。こう見ると結構困ってますね、うん。これは白も怖いかもしれないね。<laughs> うん、はい。っていうので、湯川さん、ちょっと手が止まったんですけど。<laughs> 他に考えられるのは、こう黙って、このな手を打つと、どうなるかとか。<秒>えー、ぶつかられて、取られると言ったけども、こういう手だったら。ぶつかっても。ここに打つから。はい はい。こう一回こうこれでこう伸びと変わってからなんかやったらどうかとかね。読まなくちゃいけないこといっぱいあるんで。六。うん。あとにきます。白出て十一の四。最後の戦いですね。これはね。はい。こう黒の方がまあ黒は最後の仕掛けをしましたね。え弱いのかなと思うんですが。ちょっと黒の方は大変そうだと思いますけど。うん。ただしこれはやっぱりやっていかなければ足りないという判断の元でやったんだと思います。はい。やっぱり白にも。 弱みがそれであの中央の白石ですけどねまさか殺しに来ることはないと申し上げたんですけどいろいろと条件が揃えばね取りに来ることもないわけではないからねただ完全の二眼というわけでは。100%二眼というのではなくて周りが黒がこう割と固めてくれば。白の 黒黒としてははそそのののりででこ,こが黒のあのもう終点の<秒>場所ですね上辺だけ見れば、はい、やっぱ黒が組まってるような格好ですけどね。ね、はいうん 中央のこともあるんで。えー、黒は飛び上がってる桂馬のところがね、<秒>ちょっと連絡が悪いですね。上九段。最後の考慮時間に入りました。残り時間はありません、はい、これで両者使い切りますね、えー。まだ考慮時間あったんですね。<laughs> はい。うん、まあ、ここ、こうね、飛ぶと。はい。あの、付け腰とか、出切りとかがあって。うん。ちょっと、ちょっと。取られちゃいますよね。完全な連絡ではないですね。うんうん、はい。なので。 えー、もうちょっと踏ん張りたいっていうんであればコスミだとか一見飛びとか打ってね、はい、ただそこの手を打ってもね上でで目を作るのはちょっと難しいですよ、うん、だから困ってるんですけど、はいうん、結局まあねここのところがねこういうあのこのような取りかけっていうのがありますから、えーうん、この辺にこうびっしり黒石が来れば<秒>っていうことがあるんで、はい、なかなかそこまで持っていけるかどうかね。うん、近いようで、うん まだ遠いですこの伸びた姿がね、うん、あんまりこう相手がこうのからの締め付けが効かない、スッキリした格好ですもんね。なのでちょっと難しいかなと思います。はい。うん、<黒>このコスミもあのケー,ーの間の連絡が弱いんですけど、あの場合によっては二目取らせようという考え方です、ね。二十秒。一、二、三、四、五。 6 7 8 9白、8のの素直ににに取りに行きますすす、はいうん、どうしししててもね、ねななななかなか黒は手が長くならないのでで目、目伸伸ばすと少しだけ伸びるんです、ね、秒、このような感じですね。<A> うん、黒、6の3 飛びこれはにもこう差し上げますよっていう手です。はい少し上辺こう入りましたね。は10秒。はい。うん。と以前としてこの地合勝負ですね。また地合勝負らしくなってきましたね。2> 1 2 3 4 5 6 7 8白7の3割り込み20秒1 2 3 4 5 七、八。黒、七の二、白、七の四、次。隅の白はね、割と強いんで。はい。十。あの二目助けとかなかったの、後悔されるところですね。ああ <ー S>。うん。左辺、こう目を。作った手で、ね。<秒>そうですね。うん、二目助けてる方が黒6。黒、六の四。あの。形勢外かどうかは、わからないけども、えー。その方が白に脅威を与えた可能性がありますね。はい。 二十秒一。二三四五六七八九。白十七コスミ。上辺切らなかったですね。まあ、あの二目取る手が二つできたんで。大丈夫だというんですね。あの大きさも。あの同じぐらいですから。はい。十、うん、秒。やっぱり真ん中の保険という意味ですね。このコスミはね。 二十秒一二三四黒六の八飛び二十秒一二三四五六白二の四、うん、切りいかがですか？<秒>あ白がいいと思いますけどね。あ、うん、はい差は結構ありますか？いやどうでしょうね。うん。 最後まで打ってもおかしくないと思いますけどね。三四五六七八。うん、黒十一の五、次。<laughs> 白八の二切り。そうですね、そこ打っと置かないと。い。ろいろと薄いんですね。十四の五。つけ、うん、このつけた、この横。 跳ね返すええ、ああま大丈夫ですか10秒跳ね返すのはいろいろと白も嫌な形ですね切られてね、うん、自分も少し、ね、白もちょっとダメ詰マリのお前があってねええー。うん、20秒1、2、3、4、5、6、7お手厚いですね白6、9、はいはい、僕はもう右辺のサルスベリーが気になってしょうがなかったのではいここに割り込むこれでも先手になるかもしれませんね 黒はどう受ける？どこか受けなくてはいけない。ないないあの上辺の黒がまだどことも連絡してない、うん。そうですね。ねはいああ。これ大きな手でもありますね。いよいよあの<秒>下辺との攻め取りが現実的になります、ね。はい。7黒七の九。白七の十取り。黒 どうしても左辺も気になってしまうんですが左辺ですかはあこのところねもう白はやらないと思いますけどどうでしょうね。やる手はそういえばね甲立ての問題ですからやっていくとやっぱり自分もやっていく手もあるかもしれないけどもちょっと心配が形勢として考えるとやるまでもない感じですか。ね白の このサルスベリがね非常に大きな手で、あの仮にちょっと再編やってみようという気持ちがあってもね、とりあえずサルスベリぐらいは打ってからっていう感じになるかもしれない。はい。では白が先手で。黒を受けなくていいですね。はい。決められるんですね。黒十八の五、白十九の五。この辺はサルスベリの定石でね。はい。皆さんこれをよく見ておくとですね。白十。 これは結構五段ぐらいのアマチャの方でも間違える人はたまにいます。結構このサルスベリの止め方、に悩まれる方多いかと思います。の黒の形でね、少しいくつかの。サルスベリの定石がありますから。二十、はい、秒、一、二、三、四、五、六、七、八。あ、コスミで打った。はい。うん、白の。多分押さえた方が良かった。コスミ。ええ。

黒白としてはもう紛れないように打ちたいでしょうと思います。えーはい、といってももうこの段階寄せですからね、はいえー、大きい手を順番に打っていけばいいんですけど<秒>それが難しいんですよね意外とね。ね、うん、上辺の左上の方に、ねはい、切り取りがなんとなく白権利の男ですね。 ああここも大きな手で、これ打ったら多分白はもう一手かけて。三の十八クが渡った時にもう一手,もう手、ね、白はかけて。ね、はい。二十秒。一、二、三、四、五、六。

しかし、手の見た。白13、十三の三。そうすると、今の出た手あまり意味ないんですけどね。<laughs> やっぱ、うん。ちょっと気持ちが。このでも、ぶつかりは先手かもしれませんね。これは、放っておくと、中央の黒字が破れちゃいます。ええー、あの、うん、頭つけているところですね。二十、はいうん、秒、一、二、三、四、五、六、七、八、九。おお、放っといた。 はい、2> 黒2の十七まあ部分的には今の辺りからもし白がついだら隅に目を持つ手が大きな手なんだけど、はいうん、で部分的には白ツ次と曲がり変わった方がわずかに得なんですね。えー、なんだけど上辺のところはねやっぱ白の手があるので持っておくかもしれないで、ね、す。 七、八、九。この手です、ね。はい、行きましたね。うん、白、十五の五。これは黒は。<秒>切れない,い。困りましたね、これはね。うん、ですか。うん。十秒、一、二、三。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、9黒十四の六、うん、辛抱強いですね。はい。うん、僕はもう白十五、うん、の四。これはちょっと痛いんで、<次>うん。僕だったら投げちゃってるかもしれない。ああ<ー>。十、うん、秒。

はい。ということで、今守ったんですけど。守れているのかどうかが、ちょっと。心配ですよね。そうですね。あの上、右上。ちょっと。ダメが詰まってますね。黒の形がね。七。八。九。あ、そちらからいきましたね。白。16の5 十秒。この黒二目が。つなげるかどうか。まあ、繋げないんじゃ、ひどいですけどね。うん、はい。二十秒、一、二、三、四。黒。十七の五、次。うん、ただ、そこは放り込む筋の男だったからね。本当は白の手も、あんまり筋のいてじゃないんですけど。はい。まあ、多分何か。もう読めてるんでしょうかね。うん。 123456789。 確認の読みが間に合わなかったかな。十秒。二十秒。はい、ここで投了されましたね。百九十点をもちまして、白番。湯川光彦九段の中強しがちとなりました。うん こっちだったかな <laughs> 白番湯川光秘作団の中押し勝ちとなりました、えー、今日の一曲振り返っていかがでしょうかそうですねもう予想通り激しい戦いのほうでしたけどもはい。もう最初の戦いでうんちょっと白が困ってるかな苦しいかなっていうねうん、うん、戦いからこの辺で始まって、はい、そのこう振り返りでうまくしのいでさらにこう中央逃げ出したあたりからこうちょっと白優勢の、うん

この手の意味はですね、えー、ここにすぐ切っていきたいんですこうに仕掛けていきたいんですけどもこう抜かれましてその時にここその時にこう出たんでは、えー、こちらに解消されて繋がれましてこれはちょっと白が悪いと思いましてまず先にここここの問題を少し大きくしておきまして。 それからこう切りますと、えーまあえー、実戦のような形で実戦のような変化になるんですけどもその時にこ,この黒の石も、まあ、白に取られてしまうと結構大きいので。 黒としては本来はこちらにこう連打何かこうしたいんですけどもその時に白にえこちらにこう何かこういかれましてこれだと振り返りになるんですけどもえまあこの別れならまあ白も一応何とか戦えるかということでえここのコウに仕掛ける前の出をあの今日の私の一手に選びました。